ラムさん、はじめまして。こんにちは、はじめまして。アキラさん、人気 YouTuber のラムさんで、アキラ 100% やってる方なんですよ。それでかなりバズった方なんです。動画自体は見たことないんですけど、僕あんまり YouTube ちょっと詳しくないもんで、おじさんなんで。Twitter でエゴサーチした時に、アキラ100って自分のことを探そうと思っても、うん、ずっとラムさんのことが出てきてた時期があるんですよ。あらー、すごい。ちょっと見たいなっていう気持ちもあったんですけど、それ見てる時に妻に後ろから見られて、はい、あんた何見てんのって言われたら怖いなと思って見てなかったんですよ、まだ。今この3人は脱いだことがあるってことですもんね。そうですね。裸芸をしたことがあるという、ね、そうです、そうです。もう僕はね、アキラさんの一番弟子なんですよ。伺っております。もうラムさんも僕の兄弟弟子でいいですか。まあ俺が認めるのもそうですけど、やっぱり一番弟子がいいと言えば、師匠はうんとうなずくだけですから。やったー。また僕より有名な弟子ができちゃいました。そんなことないです、そんなことないです。私は全然。あの師匠をね、あの前にした我々弟子にとって例の素晴らしいものを一発お願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。そうですね、お風呂ということもあって、この桶で。大丈夫ですか、小さくないですか、いつもより。いや、これちょっとちっちゃめです。落ちた。3、2、1。大丈夫。危ない、結構透けてますね、これね。危ない、透けてません、大丈夫ですか。体にくっつけたらもう出ちゃいますね、これは。あ、え、ハローさん、ハローさん大丈夫ですか。ケロリンが。ありがとうございます。やりたい。ラムさんもやっていただいちゃったりしますかね、これ。いいんですか。いや、いいですかって言えば、やっぱり師匠に見ていただいた方がいいと思うんだよね。師匠見ていただいてもよろしいですか。よろしいですか。確かにやっぱりちゃんとチェックしとかないと、間違ったことがやっぱりどん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 広がっていっちゃうんで、よくないんで。広がっていっちゃう、はい、しっかり学びたいので、ちょっと本気になるんで着替えてきます。でも師匠、今まで女性でこれお盆芸やった方っていらっしゃいました？タレントさんでとかっていうのはいらっしゃらないんじゃないですかね。お盆ひっくり返すっていうのは結構ラムさんハードパンチャーなんでね、多分やってくれると思いますよ。なんかすごいリラックスができますね、これね。よかった。一緒にね、その丸腰デカやらせていただいて、僕はあれがあったからこそ、はい、今このお風呂に入ってるんですよ。いや、違いますよ、原田さん。原田さんが全裸で温泉に入るから困るっていうスタッフさんがいたから、はい、僕のネタのオファーみたいですよ。その温泉入ってるだけじゃここにはいないんです。だからちゃんと今お仏壇と神棚には小さなお盆ちゃんと飾ってます。すぐ下げてください。はい、神様に失礼だから、すぐ下げてください。本当ですよ。いきます。あ、師匠、じゃあラムさんがご披露してくださるそうなんで、ラムさん、じゃあお願いいたします。いきます。3年ぶり。はい。お、ラムさん、せっかくだから師匠にもう一回見てもらいましょう。もう一回ですね。今一瞬で俺ちょっと地球が見えた気がするんだ。地球？いきます。お願いします。はい、はい。お師匠どうでした。いや、これは素晴らしいですね。名誉改善です。あら、よっしゃー。どうですか、一番弟子から見て。素晴らしかったと思います。ありがとうございます。師匠、じゃあこれ記念に3人でいかがですか。トリプルで。ああ、行きましょう行きましょう。トリプルだかダブルだかよくわかんないけど。じゃあいきますよ、皆さんよろしいでしょうか。はい。3、2、1。よっ、はい、大丈夫。あれは師匠、ラムさんバッチリでしたよ。ありがとうございます。不思議な
時間を共有できましたけども、思い起こすと僕アキラさんに会うときいつも裸だなと思って。最近原田さんの服見てないですもん。ありがとうございました。ラムさんはいかがでしたか、師匠目の前に。まさか会えると思ってなかったんで、もっと練習しとけばよかったって後悔してます。もっといろいろ教えてください、師匠。でもラムさん、今日からもう胸を張ってね、アキラさんの弟子だって言えますから。そうですね。これ今回だけでちょっとね、収まりきれないんで、また次回もご一緒させていただいてよろしいでしょうか。やったー、ありがとうございます。お疲れ様でした。